何言ってんだ、ブンブンハローじゃねえのかよ、もっと YouTube に説明しろ。どうも、野党ベテランチです。まあ、今日はね、 YouTube の5月分の広告収入が6月の二十何日に振り込まれたので、まあ、そのお祝いを兼ねてね、近所の百貨店にマスクメロンを買いに行ってきました。マスクメロンを買いたいと思います。デパ地下に来ました。おばあちゃんがいますね。マスクメロンってどこで売ってるの？あ、売ってそうなの見つけた。すごくない？メロンを見つけました。メロンがある。高すぎ。いや高すぎ。これ270円やのに、これ2万円やねんけど。メロン買えたんですけど8600円しました。どういうことやこれ、高すぎるやろと思いましたね。待って、空が君の名はぐらい青いんやけど、何この空、君の名はじゃない。パッと光って咲いた花火を見ていた。あ、このね、君の名のような空とメロンですよ。マスクメロンがこちらです。ちょっと早速開けていきたいと思います。マスクメロンこんな感じです。よしや、開けてみます。おお。おお。大場勝則さんが作った。まあこれね、8640円したんですけど、実質的にはね、YouTube から入ってきた広告収入で買ったマスクメロンなんで、視聴者の皆さんが僕にマスクメロンを奢ってくれたってことですね。じゃあ早速これ切っていきたいと思います。ほいじゃね、実家のキッチンに来たんで、マスクメロン切っていきたいと思います。大場勝則が作ったメロンね。なんか高すぎて、新入生みたいなボタンつけてます。なんかこれ切り方ね。まず、うわ、この包丁すごいな、人殺しそう。まずこのヘタを落とします。はいっと。で、半分に切るんやって、切っていきます。こうかな。あ、硬っ。あ、でも身は、柔らかい。おぉ。おぉ。おぉ。気持ちいい。はい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 。こんな感じでね。で、この、種を落とすんやって。こんな感じで、種を出せました。で、これをさらに、半分に切ると。はいはいはい。じゃあ、これを持って、部屋に戻ります。ってことでね、メロンが、いい感じに切れました。YouTube の収益、公開するのは、規約違反って言われてることも結構あるんですけど、なんかすでに振り込まれたやつやったら、公開してもいいみたいなんで、大丈夫みたいです。だから、心配しないでください。食べていきたいと思います。いただきます。ん？なんとも言い難い味やな。すっごい柔らかいっていうことだけわかる。ちょっともう一口食べます。うまいけど、8000円払うほどかって言われたらわからん、それは。カゴの矢ぐらいうまいっすね。あれ？見てください。メロンの陰に手紙が入ってました。ベテランチ君へ YouTube よりって書いてます。ここに多分収益の値段が書いてるんでしょうね。ちょっと読んでみたいと思います。収益いくらなんやろ？今手紙で教えてくれるんですね、YouTube が。はい。書いてました。5月の YouTube の収益。44万1429円でした。
まあ44万円なんかもらったことないんで、すごいですね。まあでもこれ正直ね、半分ぐらいは税金で持ってかれるみたいなんで、あんま調子乗ってね、使いすぎないようにしたいなと思います。一応 YouTube のアナリティクスで収益のランキングみたいなのが見れるんですけど、これまで一番収益が多かったのは、寸大四天王の思い出を語るの動画ですね。あとまあこの4万人行った時の YouTube ライブは、スパチャが4万円ぐらい来たんで、それも結構入ってます。何回も言ってますけど、僕 YouTube は趣味でやっていくつもりなんで、まあ金額は気にせず、この動画も別に自慢したいとかではなくて、まあもしかしたら見てる人で気になる人いるかもしれへんなと思ったんで、なんか、やっぱ見てもらってお金もらってるわけなんで、変に濁すより言った方がいいかなっていうことで。メロンうまい。食えば食うほどうまくなってくる。何これ。不思議。一切れ目全然美味しくなかったのになんか、どんどん美味しく感じてきた。いやーというわけで、メロン半玉食べ終わりました。残り半分は家族にあげようと思います。あ、YouTube からの手紙に、この金額の裏面に YouTube からのメッセージが書いてました。ちょっと読みますね。分かって TV にちゃんとお礼言いなさいよ、 YouTube より。ほんまや。分かって TV ありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。バイ。